イーヤ -111 エクセルシオール左がイーヤ -111 エクセルシオール右がハースにイーヤ -111 エクセルシオールはアルカスペースによって宇宙旅行と関連する技術の開発のためにロケットを最高18000メートルまで輸送するために設計された超音速の母機の計画である航空機は大半が複合材で製造され 海面から離着陸するように設計された。当初の初飛行の予定は2013年だった。航空機の設計はヘレンにロケットの打ち上げが成功する前に開始された。アルカは2010年12月にブカレストの BRD の拠点で記者会見を開いて公表するまで秘密にしてきた。初期の航空機の名称は E-111 だった。2011年3月、アルカは E や SA ブロー,ショーブロ勝負から航空機の頭文字を使用する許諾を受け、E-111 は公式に E-111 に改名された。胴体の成形作業は2011年初頭に開始され、9月に完了した。操縦席の構造体は7月に完成した。それは脱出可能で2機のロケットを備えたパラシュートを安全装置として備える。 同様に9月に航空機の CEFD シミュレーションが完了した。2011年9月29日に操縦席投下試験が成功した。パラシュート式回収装置の試験のために高度700メートルのミマイナス17ヘリコプターから操縦席を投下した。2011年12月、航空機の胴体の最初の2区画が完成して部分的に組み立てられた。 いいや -111 は海面から離着陸するように設計された。あるかは膠着装置と航空機の費用を低減する目的でこの手法を決めた。他の要因として、ルーマニアには高高度に飛行のための航空機の試験を安全に実施できる無人の地帯がないことがある。航空機は重量と高速での抵抗を低減する目的でダイヤモンド型の主翼を備える。 離着陸時に水面と接触することを避ける目的で、ボルト尾翼が選択された。2個のフロートを備え、それらの間に積載物を搭載して3番目のフロートとして機能する。積載物は、ハースにロケット、または外部燃料タンクになる予定である。空気力学装打面のために操縦席からフライバイワイヤーで油圧制御を使用する。 航空機はあるかで開発中の燃料として、ケロシンと酸化剤として、液体酸素を使用する新型のエグゼキューター液体燃料、ロケットエンジンを動力とする。操縦席の壁と窓は薄いが、エンジンの爆発に耐えられる厚みを備える。さらに、操縦席は、機体から切り離して2本のロケットで推進して、パラシュートで降下する。 航空機は失速しないように小型のパラシュートと大型の回収用パラシュートを備える。ミッション6で高度700メートルから降下する。安全性を確認する試験を行う。パラシュートの一つが爆発ボルトを試験するために開いた。試験は成功して操縦室は良好な状態で回収された。使用は公表された大まかな設計目標に基づく。ありがとうございます。